あれ、俺ちょっといなしながら行ったら多分こう行かなくて、ちょっと上余裕持っていたら小倉さんも全然大丈夫だと思うんですけど、前にフードボタンとこ来たいよね。でももう一回小倉さんそこすぐ入れてくれて、あーそうですね、反乱の細かい動きがやっぱり趣味だったね、あそこ。本そんな感じですか、今日前受けからこう組み立てみたいな。そうですね、もう中段、はい、待て、本当は中段に思ったんですけど、やっぱ誰も前受けしてくれなかったから、そっからの組み立てで連携外したりとかで、ね、そうですね、自分の小倉さんにちょっと決められたのが、それは本当に決まったと思ったんですけどね、4コーナーぐらいは。どうですか、その中でもこう実際昨日ちょっとね動けてない分、実際動いてみてのこう感覚とか、一着だから、まあ、小倉さんのアシストだったから決めたかったんですけど、まあ、ちょっと自分の勢い良かったらね、決まってるんでね、まだまだ力不足です。それは修正の範囲内には、そうですね、今回ちょっと重いですけど、自力で動いたから、明日ちょっと刺激が入って軽くなればいいなと思ってます。